お花まこチャンネル、尾形梨沙です。今回ね、こちらなぜお酒と一緒に撮っているのかと言いますと、じゃーん、こちら、はい、ウコンの王様、こちら案件動画となります。にありがたい、ありがとうございます。はい、まさかのですね、私お酒大好きなんですけども、お酒を飲むお仕事もさせていただいておりますが、自作ライブの時とかでもね、きっとたくさん飲んでるからなんでしょうか。ありがとうございます。あのウコンの王様、実際に今日今からちょっと飲みに行くので、こちらをいただいて、これを飲むとたくさんお酒飲んだ後ね、体がしんどくならないかどうかなど実際飲んでみてリポートさせていただきたいと思います。あくまでも私の飲んでみた素直な感想をお伝えできたらなと思います。それでは研究開始。それではこちらね、今度王様日本酒1日3粒水なしで飲めるって書いてあるので、まず水なしで飲んでみたいと思います。え、本当飲めるのかな、なんか詰まりそう。え、結構大きい大きい大きい、これは、あ、え、ブーブーしてる。あ、こんな感じですよ。これ3粒ね、3粒、噛んじゃダメだもんね。あ、甘い。なんだこの懐かしい感じ、和菓子みたいな味がする。うん、よかった、一気に3つになって。うん、水をいただきたいと思います無理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 、これはい、もうちょっと水なしではちょっと難しくない？鼻炎薬とかよく噛んでさ、ラムネみたいな味のやつとかあれだっていけるから。うん、3粒目飲みました。これね、いざと楽しい飲みの時間に行っていきたいと思います。それでは行ってきまーす。はい、ということでお家に帰ってきたんですけども、実は昨日がですね、飲みすぎてしまって帰ってからの動画が撮れず、ビール、焼酎、ロック、日本酒、ウイスキーいろいろ飲んでですね、もう帰ってからあのカバンもなんかひっくり返ってな、そんな状況だったんですけども、今日がまたお仕事があったので、その前にもう一度、おっと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 、シャッター、大丈夫、こちらのウコンの王様を飲んでお仕事してみました。で、今日まあそんなそこまで飲まなかったんですけど、お酒ね、でもやっぱりまあまあまあ普通ぐらいには飲んだんですけども、まあ、気持ちいい、まあ、2日連続でウコンの王様を飲んだからか、すごい体調が別にしんどくなったりとかっていうことはないです。昨日もベロンベロンに酔ってたんですけど、こう吐き気がとかそういう感じまではならなかったんですけど、まあでもこう体のね、こうなんか少しでも調子を悪くしてくれないようにものとなっております、ウコンの王様ね。はい、では着替えて、私の普段のお酒飲んだ日対策をお話ししたいと思います。はい、とりあえず着替えました。私のお酒飲んで、あーちょっと胃がもうしんどいなって時は、私は配信とかでよく思うんですけど、このね、ガリガリ君を
食べたくなったり、食べると気持ちすっきりする気がします。まあ、他いろいろね、飲んだりするサプリメントだったり、液体のものもありますけど、私は一番ね、自分がなんだろう、お酒飲んだ時に食べたくなるものはガリガリ君。そうだね。あとは、酒飲んだときは、とにかく水を飲む。ぺろんぺろんになって危ないですけど、やっぱそのシャワー浴びて、とにかく寝る以上かなと思います。うん、なかなか、お休みのときもお酒は、飲むことが多いので、休肝日があまりないのは良くないなとは思っているんですけど、ね、楽しく長く健康でお酒は大好きですね、飲み続けられたらいいなと思います。今回はこちら、はい、ウコンの王様紹介動画となりましたが、まさかまた案件が来るとは思ってなかったので、とても嬉しいです。お酒大好きなので、また、はい、ぜひ何かご協力ができることがあれば、お仕事をお待ちしております。ここまでご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。それでは最後まで見てくださった方、ありがとうございます。よかったよと思ってくださった方はグッドボタン、そしておすすめの二日酔い対策などがあればコメントお待ちしております。それではぜひまた次の動画も見てくださいね。それではそれでは、大津なまこでーす。うわー。